人の靴のクソガキが人に指さすなって習ってねえのか。ああ、見ろ、お宝あそこだ。隙をついて奴を攻撃。ついに鴨下と直接対決。次は誰だ。次はな、やっちまおう。やっちまおう。あの中のやつ、この瞬間敵の相性を調べる必要があるな。よし、よし、やめろ。ピルソナ。あーりゃ。ピルソナ。はっ。愛の道を。
敵の相性を調べる必要があるな。ペルソナ！出番よ。やってやる。教師を投げるな！
なおさら俺は絶対に人のこと見下…わざわざ取りに来てやってんの？黙れ！まだそんなこと…ならこっちもやってやる。俺さ力づくじゃ。どうする？なるほど、見ろ、鴨志田の気を引いてるうちに鴨志田に気づかれん。これだろ。うん、助かったよ。ここでペルソナだ。ほいつま、あいだ。あの王か、俺いつでも行けっから。我が輩の手並みを見せてやる。攻撃して賢い選択だ。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。この状況はペルソナ、やめよう。ペルソナ、よし。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。世界の使い切るだ。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。ペルソナ、やれる。これだな。助かったぜ。ペルソナ、よっと。アンガト、ペルソナ、これで。我が輩として、もっと攻撃し、そな、やっちゃう。あの王冠、俺、よっしゃ、任せときな。
攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。ペルソナポイントマン、ありがとね。ペルソナこの感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。俺様の優勝しねえ。俺様の怖さが分かったか。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。使うぞ。手並みを見せてやる。攻撃、ん？攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。ペルソナ！違うな。落ち着け。これだ。ありがとね。ペルソナ！ペルソナ！ガチだかんね。ペルソナ！いいか、このが貴様らだけなんだぞ。この筋書き通りだぜ。この隙にお宝いただきだ。望むところだ。なかなかしっぱかった。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。違う。ジョーカー！
体力やばい、注意しろ。こいつだ。セルソナ、これだ。スカイがやばい。まだやべえ。回復するんだ。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。スカイ大丈夫か。体力に注意だ。セルソナー、それ悪いな。パンサーナイス。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。セルソナー、くらえ。大体貴様ら誤解してんだよ。セクハラなんてしてねえし、俺様とお近づきになりたいってんで向こうから文字をかけてきてんだ。こっちに気づく気配すらねえよ。よし、おセルソナ、攻撃してカモシタの注意を引くんだ。この状況は感じ。攻撃が来るぞ、防御するんだ。俺様の演奏しろ。
ていく。ジョーカー体力やばい、注意しろ。どうしたの？逃げないの？逃げたらいいじゃない、運動神経抜群なんでしょ。昔からそうだ、ハイエナどもが機体という名の押し付けばかり、そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ、お前のその歪んだ心、俺ら怖い。今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。あんたはどうするの？飛び降りる？それともここで死んでみる？思いにとどめさしちまうか。まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの？けどあんたは平気で奪ってたんだ。わかった、俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。あ、廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドノは優しいな。俺は負けた、負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。
俺は現実の俺の中に帰ろう。おいおい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。見てみろ。目的地が消去されました。本当だ、行けなくなってる。お宝は？なんだそりゃ。メダル？あの王冠は？どうなってんだ。鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。奴の中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいの価値ってことだろう。これオリンピックのだろう。あの変態野郎、過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか。でもこれで鴨志田の心変わったかもなんだよね。多分。こっちは退学かかってんだぞ。我が輩にとっても初めての成功例だ。でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない。パレス丸ごと消えてなくなったんだからな。ああ、もやもやしやがるぜ。今すぐ確かめらんねえの？そうだね。しかし揃ってしけた面だな。喜べよ、大成功に終わったんだぞ。実感ねえからな。多分大丈夫だと思うぜ。鴨志田のシャドウ、現実の自分に帰るって言ってたろ。鴨志田傑、あんな奴は人間じゃねえ。けどあの時だけは少しだけ人間らしかったな。お前らのおかげで救われた奴が必ずいるはずだ。モルガナ。とにかく待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか。マジで退学なの？とか。そうだね、帰ろう。帰ったか。
つけておこう。